はい。皆さんこんばんは、えー。5月9日木曜日の夜11時40分です。えー、これね、2月の21日に挿し木したまたたびなんですけれども、えー、失敗しました。<laughs> 全部ダメになりました。もうショックです。途中からね、弱ってきてるのは分かってたんで、まあ回復をね、祈ってる枝が2本ぐらいあったんですけど、えー、それもこんな感じで、えー、終わりました。 もうね、発根した苗を買おうかなと思ってます。えー、2月21日に刺し木して、2ヶ月ぐらい経ったんでね、もうどうかな、根っこの具合はどうかなと思って、カヌマツチとね、赤田マツチにさ、えー、していた、まあ、枝を引っこ抜いたら少しね、発根してたのもあったんですけれども、もうちょっとね、あのー、発根が遅かったっていうのと、他のね、あのー、葉っぱがしなびてきてたので、もう重い、 切って、ダメ元でね、あの、果樹培養土に植え付けたんですけど、そしたらね、枯れました。えー、岩手県の、えー、南部だったかなえー、北部だったかなちょっと忘れましたけど、すごい、えー、熱意のある、えー、おじいちゃんから、新鮮なね、ほんと新鮮な切り口のまたたびの枝を譲ってもらったんですが、残念ながら、ここで栽培終了となります。 猫にね、あげようと思って楽しみにしてたんですけど、残念です。